マスターヘッドとの通信も相変わらず調子が悪いな。天の塔を壊されてから五星界にいる人たちと話す機会がほとんどなくなっちゃったね。まあ塔が無事でも研修期間が終わるまでのしばらくは五星界へは帰れないけどな。でもマスターヘッドとのわずかな交信でしか五星界のことわからないし、父さん母さん元気かな、お兄ちゃん。お？家が恋しくなったのか、モネ。って俺もランディックスクールの仲間に会いたいと思う時もあるけどな。スカイク族の空中タウンどうなってるかな。綺麗な空、清らかな水、美しい街並み。五星界へ帰れる日が待ち遠しいな。